次は3番、議長3番、福澤照光議員。公明党の福澤照光です。質問通告に基づき質問いたしますので、理事者の明快かつ簡潔な答弁を求めます。1、防災減災について、1、崖地対策。長崎市は戦後の高度経済成長期に段々畑だった場所を開発した斜面市街地が多く、今から36年前の長崎大水害で本郷地や川平、鳴滝などでは斜面が崩壊し、多くの尊い命が失われたことは今でも鮮明に記憶に残っています。近年の異常気象によるゲリラ豪雨等もあり、この数年でも御船倉、矢野平、今年5月の鳴滝など斜面市街地の石垣の崩壊が発生し、今後も広がっていくことが懸念されます。宅地の崖が崩れた場合、200万円を上限に3分の1まで補助、今年度からはその周囲に限り、一定の条件のもと、予防的措置についても、同様の補助が出るようになったことは一歩前進だと思いますが、残念ながら老朽化し、膨れているような石垣については、まだ適用がされておりません。宅地ののり面は個人の所有ですが、それが一度崩壊すると、その復旧費用だけではなく、下の家屋等にも損害が出れば大きな負担が発生いたします。現在建物に耐震化に対する補助制度があるように、今後市民の生命や財産の維持、また地域の長寿命化を図る観点からも、危険な崖地が崩壊する前に宅地の崖災害対策費補助金を事前に適用するなど、危険な崖地が崩壊する前に事前に補修する仕組みが必要と思いますが、本市の考えを教えてください。2、避難場所の指定について。近年熊本大地震や北部九州豪雨災害など大きな災害が頻発していますが、切迫した災害の危険から逃れるための場所として指定されているのが指定緊急避難場所であり、本市の地域防災計画の中で小中学校のグラウンド、公園、広場、その他の公共の空地を指定するとなっています。旧合併町については、一律の小学校や中学校の運動場が指定緊急避難場所となっていますが、旧長崎市内については小学校や中学校の運動場は指定緊急避難場所となっておりません。例えば長崎市中心部を見ると、立山公園や風頭公園などは指定緊急避難場所でありますが、桜庭中学校や平林小学校の運動場は指定緊急避難場所となっていません。昨年6月議会で避難場所の指定について早急に検討するとの答弁があっていますが、その後の検討結果について教えてください。2、教育行政について。1、受動喫煙対策。現在国会で受動喫煙防止法を盛り込んだ健康増進法の改正案が審議されており、成立すれば2020年4月から施行されます。受動喫煙は多くの健康被害をもたらすことが報告されており、厚生労働省の推計では年間1万5000人が受動喫煙が原因と思われる病気で死亡しているとされ、受動喫煙による肺がんのリスクは 1.28 倍、虚血性心疾患のリスクは 1.3 倍、脳卒中のリスクは 1.24 倍とされています。さらに受動喫煙は子どもの呼吸器疾患や中耳炎、乳幼児突然死症候群を引き起こすことが指摘されており、とりわけ健康被害が大きい子どもの受動喫煙を防ぐことが喫緊の課題です。長崎市立の小中学校は分煙等の受動喫煙対策が取られているものの、一部の学校では敷地内禁煙とはなっておりません。健康増進法の改正案では、学校や病院は原則敷地内禁煙となっているものの、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に喫煙場所を設置することができるとなっています。学校は多くの子どもが集う場所でもあり、長崎市の市立小中学校は
敷地内禁煙とすべきと思いますが、本市の見解を教えてください。括弧に小中学校へのエアコン設置、この件については今議会で一定の答弁が出ておりますが、確認のため質問いたします。今年度から学校の環境衛生基準が54年ぶりに改正され、望ましい気温の温度が10度から30度だったものが17度から28度へと変更になりました。現在長崎の小中学校は壁掛け式扇風機を設置していますが、望ましい教室温度が保てるとは思いません。子どもたちの学習環境を確保するためにも、小中学校の普通教室へのエアコン設置は必要と思いますが、本市の考えを教えてください。また熊本県の宇土市では、複雑式の空調設備を一律体育館に導入し、1時間あたり5000円だった冷房費が1時間あたり2000円に下がっています。このような方法を活用しながら費用を削減し、エアコンを設置することについて具体的に検討すべきと思いますが、本市の考えを教えてください。 3. 道路行政について、括弧1、市道中川鳴滝3号線の整備。長崎市中心部の東部にある鳴滝地区は、昭和57年7月23日の長崎大水害では多くの犠牲者が出た地域でもあり、近年は道が狭く斜面市街地が多いことから、車社会の進展と少子高齢化により人口減少が進んでいます。一方で道路に面した場所は、電停まで徒歩で行ける利便性から、新築の戸建て住宅やマンションの建築も一定進んでおります。市道中川鳴滝3号線は平成12年の事業着手後、いまだ完成のめどが立っておりませんが、整備の状況、今後の予定について教えてください。4. 住宅行政について、括弧1、市営住宅の入居要件の緩和。平成29年度の民法改正により、個人寝保証契約に限度額の設定が必要になったことから、今後連帯保証人が負うべき債務の設定が必要になりました。例えば家賃24ヶ月とか100万円などと、連帯保証人の具体的な限度額を設定することが必要になるので、単身高齢者などが入居を希望しても連帯保証人を探すことがますます難しくなり、市営住宅に入居できない状況が増えることが予想されます。国土交通省は、市営住宅は住宅セーフティーネットの重要な核であるとして、自治体に示してきた公営住宅管理標準条例案を今般見直し、連帯保証人を必要としないこととする通知を出しています。言うまでもなく、公営住宅は住宅困窮者への住宅供給を目的として建設されたものであり、本市の市営住宅についても連帯保証人について不要とするべきと思いますが、本市の考えを教えてください。 5. SNS の活用について、括弧1、 LINE を活用した情報発信。東日本大震災や熊本大地震の際には、固定電話や携帯電話がつながりにくくなる中、 SNS は比較的つながりやすく、災害時の情報取得、連絡手段としても注目されています。本市においては、防災情報等市の情報発信について、防災メールやホームページ、また SNS では Twitter や Facebook を活用して発信に努めています。個別性が高く、アクティブユーザー数が7000万人を超え、多くの市民が利用している SNS である LINE を活用することで、迅速かつ多くの市民に情報を伝達することができ、有効であると思いますが、本市の考えを教えてください。括弧に、SNS による相談窓口の設置。総務省情報通信政策研究所の調査によると、子どもや若者がコミュニケーション手段として利用している時間は、10代では1日電話3分に対して、SNS は 58.9 分、メール 20.2 分と、SNS が圧倒的な割合を占めるようになっています。一方、昨年、神奈川県座間市で発生した事件のように、SNS 上で見知らぬ人と出会い、事件に巻き込まれる若者が増え、対応が求められています。そうした事態を受けて、いじめなどの悩みを子どもたちが相談しやすいように、国の補助を受けて、SNS などを活用した相談事業がスタートしましたが、本市においても SNS による相談窓口を設置すべきと考えますが、見解を教えてください。 6. 旧市救助院で行われていた保育事業について、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産について、6月24日からバーレーンで開かれる
世界遺産委員会で正式に世界遺産に決まる予定であり、実現すれば国内の世界遺産は計22件目、本市は2つの世界遺産を持つ都市となります。その世界遺産となるであろう外目地区の旧出救助院がありますが、ここが日本で最初の自然調理、つまり給食を提供しながら行う保育事業が開始された場所であることを皆さんご存知でしょうか。当時ここではドロ神父の指導のもと、イワシ網工場やパスタ工場などを行いながら、今から100年以上も前の明治19年から自然調理を伴う保育事業を行っていました。まさに現代の企業内保育の先駆けのようなことを行っていたのです。今後世界遺産と合わせて、この日本初の自然調理による保育事業という貴重な歴史的事実を大きく発信していくべきと思いますが、本市の考えを教えてください。7、多様な生き方ができる社会の構築について。1、性的少数者への対応について。本議会においてパートナーシップ制度についての前向きな回答については本当に感謝をしております。私も昨年11月議会でこの問題について取り上げましたが、時代が大きく動いていることを改めて実感しております。問題はこれが具体的な中身を伴ったものになるかどうかが重要です。他都市では公営住宅について同居家族としてパートナーシップ登録をしたカップルを認め、申し込みの対象とするようにしているようですが、今後そういったことを具体的に検討されるのかお伺いします。また性的少数者の中では、実はトイレの問題があり、心と体の性が不一致の場合、どちらのトイレに入ればいいか葛藤があるそうです。すでにパートナーシップ制度を導入している那覇市では、市役所の多目的トイレのドアに性的少数者が使いやすいようにシンボルマークであるレインボーステッカーを貼り、性自認、性的指向に関係なく誰でも使えるトイレとして表示しており、本市でも同様の取り組みを行うべきと思いますが、本市の考えを教えてください。以上で本段からの質問を終わり、答弁を聞いた後、次席より再質問いたします。なお、教育行政3、小中学校の ICT 環境の整備については時間を見て次席より質問いたします。ありがとうございました。市長。公明党福沢照光議員の質問にお答えします。まず1点目の防災減災についての括弧に避難場所の指定についてお答えします。長崎市では災害対策基本法の規定に基づき、災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先を確保するため、公園や広場などの空き地を空地を指定緊急避難場所に指定しています。この指定緊急避難場所は今年6月現在151箇所ありますが、旧市内については市所有の公園を指定しています。指定緊急避難場所はいざ災害が発生した場合に住民の方々が緊急的に避難してくる場所であるため、日常的に開放され常時立ち入ることができる公園が最も適していると考えています。長崎市ではこうした考え方に基づき、旧市内にある公園のうち97箇所を指定してきましたが、斜面地が多いという地形上の問題から周辺に避難に適した公園がないところもあります。そのような場合には鍵の開閉などの課題がありますが、小中学校等のグラウンドを避難場所に指定することで地域の皆様が避難できる場所を確保していきます。いずれにしても指定緊急避難場所に求められるものは、目前急迫の避難者に対して常時開放されていることが最も重要視すべきものであることから、指定にあたっては公園を中心としながら地域の実情に合わせて避難体制を確保したいと考えています。長崎市としてはこのような避難体制の構築と合わせ、市民一人一人が日頃から地域に潜む災害の脆弱性を確認し、また近くの避難所や避難場所などの避難先、方法、経路を事前に決めておくことが何よりも重要ですので、地域防災マップ作りや地域防災訓練などを通して
自助・共助意識の育成・醸成に努めていきたいと考えています。次に6点目の旧質救助院で行われた保育事業についてお答えします。明治12年1879年に外目地方に赴任したマルク・マリ・ドロ神父は、質教会堂の建設や受産施設である質救助院の建設をはじめ、福祉活動や慈善活動に尽力し、地域の発展に大きく貢献しました。現在、ドロ神父記念館として活用している建物は、ドロ神父の設計により明治18年1885年に岩石網工場として建設されたものであり、国の重要文化財に指定されています。この建物は建設後ほどなく保育施設として利用されており、記念館のリーフレット等でも紹介をしています。明治19年当時、外目の地で保育事業が行われていたことについては、パリ外国宣教会における1886年の報告に、作業所の横に男女の子どもたちのための保護施設があり、200人ほどの子どもたちが通っていると記録されており、歴史的事実として確認することができます。なお、この保育所の事例は今年4月の参議院決算委員会で、かまどを設けて自園で調理を行ったなどの点で極めて先駆的な取り組みであると取り上げられ、国においても機会を見て紹介していくという考えが示されています。外目地区におけるこうした取り組みは、保育の歴史上においても重要なことであると認識をしておりますので、今後国や県とも協議しながら、ドロ神父の大きな功績の一つとして現地で表示を行い紹介するなど、積極的な情報発信に努めていきたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします。まちづくり部長。ご質問の1、防災・減災についての括弧の1、崖地対策についてお答えいたします。長崎市では平成27年度に市民の安全安心な生活環境を確保するため、第三者に被害が及んでいる、もしくは被害が及ぶ恐れがある崖崩れを復旧する際の費用3分の1、上限200万円として宅地の崖災害補助金対策費補助金を創設いたしております。また本年1月、これまでの崩れた部分への補助だけではなく、その両側の一定の範囲についても補助対象とする制度拡充を行いました。しかし、民有地の崖につきましては、本来、所有者が修繕、防災対策など、適切な管理を行うことが原則でございます。しかしながら、近年、全国的に集中豪雨が頻発し、それに伴う被害も拡大をしております。議員ご指摘の危険な崖地が崩れる前の事前対策が重要なことと考えております。そこで、まずは市民の皆様に、崩壊の予兆とはどういったものがあるか、そういったものを周知を行うとともに、危険な崖の所在について情報収集に努め、所有者等に対し適切な管理を行うよう指導助言を行ってまいりたいと考えております。また事前対策の支援につきましては、国の動向や他都市の状況について調査研究してまいりたいと考えております。続きまして、ご質問の4、住宅行政についての括弧の1、市営住宅の入居要件の緩和についてお答えいたします。市営住宅の入居時における連帯保証人が連署を押印した書類である受け書といいますが、この提出につきましては、連帯保証人が家賃、滞納家賃や退去の際の未払いの債務、その他の一切の行為について連帯して責任を負うこと、それから入居者に事故等がある場合の緊急の連絡先となることから必要であるということで、国土交通省が平成8年に定めた公営住宅管理標準条例案についてを参考に、長崎市の市営住宅条例におきましても、その提出を規定しているところでございます。国においては単身高齢者が増加していることを受け、今後は保証人を確保できないために公営住宅に入居できないといった事態が生じないよう、平成30年3月30日付で公営住宅管理標準条例案についてが改正され、先に述べた受け書の提出に関する規定が削除されております。長崎市におきましても、今後単身高齢者が増加していくものと考えられますが、それとともに孤独死などへの対応も重要度を増してまいります。連帯保証人の必要性につきましては、この度の標準条例案の改正を契機として、他都市の状況も参考にしながら慎重に検討してまいりたいと考えております。以上でございます。教育長。
ご質問の2点目、教育行政について、括弧1、児童喫煙対策についてお答えいたします。平成30年3月に文部科学省から公表されました児童喫煙防止対策実施状況調査では、全国の公立学校で敷地内禁煙を実施している学校の割合は 93.4% でございましたが、長崎市立の小中学校におきましては、分煙は完全になされておりますが、敷地内禁煙が全体の 43%、建物内禁煙が 51%、建物内分煙が 6% となっており、敷地内禁煙はまだ進んでいない状況でございます。教育委員会といたしましては、望まない受動喫煙を防止し、また受動喫煙による健康への影響が大きい児童生徒に配慮するため、敷地内禁煙がすべての学校で実施できますよう取り組んでまいりたいと考えております。次に、括弧2、小中学校へのエアコン設置についてお答えいたします。平成30年4月に、学校環境衛生基準が改正され、教室内の温度の基準が10度 C 以上、3度 C 以下から17度 C 以上、28度 C 以下へ改正されたところでございます。この温度の基準につきましては、健康を保持し、かつ快適に学習する上で、おおむねその基準を遵守することが望ましいものであるとされております。長崎市では、図書室などの特別教室、体温調整が困難な児童生徒が在籍する特別支援学級などのほか、職員室、保健室などの管理素室にエアコンを設置しております。普通教室につきましては、空気の循環を効率的に行うことで、体感的な効果を期待し、カビ掛け式扇風機の設置を進めており、平成30年6月末までに全ての小中学校に設置することとしております。しかしながら、暑さや寒さの過度な状況は避けなければならないことから、現状把握を行うため、平成30年5月に、各小中学校に全教室分の熱中症計を配布し、随時、各教室の温度や湿度を測定できるようにいたしました。今回、教室内の温度の基準が改正されたことを受け、今年度、熱中症計を活用し、詳細な調査を行うこととしております。その結果をもとに、発育段階である子どもたちへの健康への影響を考慮した上で、エアコンについて判断をしていきたいと考えております。なお、議員ご指摘の宇土市においては、市民体育館に複射式の冷暖房設備を導入されており、設備費及び運営費、いずれも通常のエアコンよりも6割減となっておるとお聞きしております。大村市におきましては、電気方式とガス方式を導入予定であるとお聞きしております。仮にエアコンを設置するとなった場合は、宇土市や大村市など他都市の事例を参考としていきたいと考えているところでございます。次に、ご質問の5、SNS の活用について、括弧2、SNS における相談窓口設置についてお答えいたします。近年、スマートフォンの普及に伴い、SNS が若者層のコミュニケーション世代において圧倒的な割合を占めるようになりました。そのような背景から、国においては、SNS 等を活用した相談体制づくりの研究が、都道府県、政令指定都市の5カ所で始まりました。長崎市におきましては、教育研究所や子育て支援課での電話、来所による相談に加えまして、子育て支援課でメールによる相談を受けております。その他の相談窓口といたしましては、24時間子ども SOS ダイヤルや、長崎命の電話などがあり、これらの相談窓口につきましては、児童生徒に相談先が記載されておりますカードや、相談先一覧のプリントを配布するなど、各学校において毎年周知を図ってきております。現在、厚生労働省のホームページで SNS を利用した相談窓口について紹介されており、長崎市の子どもたちが利用できる相談窓口が5段階ございますので、今後、このような相談窓口についても周知を図ってまいります。一方で、平成29年10月調査で、長崎市の約6割の中学生が、自分用の携帯電話、スマートフォンを所持している中、長崎市では現在、PTA と連携し、メディア利用の共通ルールの一つとして、SNS は小中学生にとって不要と考え、使用禁止を強く求めております。
そのため SNS 等を活用したこの事業の導入については PTA とも十分協議していく必要があるものと考えております。以上でございます。土木部長。ご質問の3点目、道路行政についての括弧1、市道中川成滝3号線の整備についてお答えいたします。市道中川成滝3号線は国道34号から成滝高校を経由し片伏中学校までの補助幹線道路であり、計画延長1200メートル、幅員10メートルから12メートルの新設道路でございます。事業につきましては全体を3つの工区に分け進捗を図っているところであり、国道34号から鳴滝高校までを1校区、鳴滝高校から県のスポーツ合宿所までを2校区、スポーツ合宿所から片渕中学校までを3校区としております。現在の進捗状況でございますが、まず1校区につきましては国道34号側の事業起点付近の用地交渉に長期間を要しておりましたが、今年度に入り地権者より一定の理解が得られております。また片渕中学校側の3校区につきましても工事の着手に重要な用地の取得がこれまで難航しておりましたが、粘り強い交渉を行った結果今年度に契約ができましたことから建物の解体まで完了する見込みとなり、工事着手へ向け一定の目処が立ったところでございます。なお残る中間の2校区につきましては道路と河川が並行し住宅が密集していることから工事に伴う交通規制により地域に相当ご不便をおかけすることが想定されますので、1校区および3校区を先に整備し国道34号側および片渕中学校側への抜け道を確保した上で工事に着手したいと考えております。いずれにしましても本路線の整備により補助幹線道路としてのアクセス機能はもとより地域の利便性と防災性の向上が図られますことから、引き続き早期の工事着手に向けた用地の取得に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。総務部長。ご質問の5点目、 SNS の活用についての括弧1、 LINE を活用した情報発信についてお答えいたします。長崎市では広く市政の情報をお伝えする手段として平成23年度からツイッターおよびフェイスブックを使った情報発信を行っております。また平成29年度からは市民が主役となって長崎の魅力を発信する長崎ラバーズの取り組みにおいてインスタグラムを活用しております。これらの SNS は幅広い世代での利用があり、情報が発信しやすく、その情報が利用者を通じて拡散しやすいことから、長崎市といたしましても有効な広報媒体であると考えております。現在、長崎市にはツイッターが約3万7000人、フェイスブックが約3万2000人の登録があり、イベントや講座、防災等の情報を随時発信しております。なお、インスタグラムは昨年10月からの利用開始で2000人を超える登録があり、1万3000件を超える魅力発信がなされております。議員ご指摘の LINE につきましては、利用者同士のメッセージのやり取りや通話などの機能があり、SNS の中でも利用率が最も高いことから、情報発信の手段としても大きな可能性があると考えております。公益社団法人日本広報協会が毎年実施しております広報広聴活動調査の直近の調査状況によりますと、自治体における SNS の活用状況は、Facebook が約 75%、Twitter が約 45% に対し、LINE はまだ約 10% となっておりますが、無料でも登録や利用ができるという手軽さや、利用者に対して一斉にメッセージが送信できるという使いやすさなどの強みがございます。今後、利用者や SNS の動向、運営面での課題、LINE を含む各 SNS 媒体の特性などを考慮しながら、LINE の情報発信の在り方について検討してまいりたいと考えております。以上でございます。市民生活部長。ご質問の7点目、多様な生き方ができる社会の構築についての括弧1、性的少数者への対応についてお答えいたします。性的少数者は周囲の理解不足により、いじめや
さまざまな差別を受けやすいという現状があり、当事者の方々はさまざまな生きづらさを抱えていると言われております。正しい知識や理解が広まることで、自らの価値や存在意義を肯定できる感情、いわゆる自己肯定感を高めることが可能となるため、啓発を行うことは重要であり、今後も引き続き市民に性的少数者についての正しい知識と理解を育てるための啓発活動を進めてまいります。そこで自治体が同性カップルなどをパートナーとして認めるパートナーシップ制度につきましては、公的承認という観点からしても当事者の方々の生きづらさを解消する有効な方法の一つと考えておりますので、できるだけ早い時期の制度導入について検討してまいりたいと考えております。また制度の具体的な仕組み作りにつきましては、さまざまな観点から検討してまいりたいと考えております。次に、多様性の象徴とされる虹色、つまりレインボーについては、近年性的少数者の象徴としても認識されておりますが、市役所内の多目的トイレへ性的少数者に配慮して、このレインボーを用いたステッカーを表示することにつきましては、当事者からさまざまな意見があるようですので、十分研究してまいりたいと考えております。以上でございます。3番福澤照光議員。一通りの答弁ありがとうございました。それでは再質問させていただきます。まず防災減災についての崖地対策ですが、ちょっと一点確認なんですが、先ほどご答弁で危険な崖の所在について情報収集に努めというご答弁がありました。で、昨日も同様の質問が出てたと思いますが、これは具体的に現場の調査を今後していかれるということでよろしいでしょうか。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。危険な崖と一言に申しましても、私どもがですね、すべての長崎市内を回るというのは、これは不可能でございます。やはりこう自治会であるとか地域の住民の方から情報をいただいていかないといけない。まあ、私が具体的に明示しておりますのは、危険な崖というものを端的に示すような、例えば昨日の答弁でも差し上げましたけども、基準であるとか、あるいはそういった基準に照らして実際に現場の写真とか、そういったものをですね、きちんと揃えた上で、それぞれの自治会の中に私どもが出かけていって、でこういったものが近傍にあれば情報をお知らせいただきたいというふうなことをまずは手がかりとして、そこでお知らせがあったことにつきまして現場に出かけていって、実際にそれがどういった状況になるかをこういった我々の目で確認した上で、それをデータに落とし込んで共有するというふうなことをイメージしておりますので、そういったやり方で情報収集といったことをやっていきたいと考えております。以上でございます。3番福澤照光議員。わかりました。で、実は私たちですね、公明党では今市民の皆様のお声を聞こうということで、実は全国的に100万人訪問調査運動というアンケート調査を行っていまして、実は子育て、防災、介護、中小企業という4つのテーマでアンケート調査を行っています。で、私も4月に実は地元でですね、この市政報告会を行った後にこのアンケートをしたときに、実はこの崖の問題を地域の方からやっぱり相談をされました。まさにこの住宅地の老朽した石垣というか、この崖が崩れるというのが本当に、特に地域が50年以上宅地ができて経過しているという中で、どうしたらいいのかというようなご質問でございました。で、一つやはり、昨日はですね、少々その災害の面での話もあってたんですが、私が一つこれから気になるのはですね、やはりこの6月1日の日経新聞の電子版を見てますと、政府がこの土地の所有権の放棄ということについてですね、今後議論するということが書いてまして、でこの所有権放棄というのは、法律上では実は国庫に放棄は帰属するんですけども、具体的にこう簡単にする方法がないので、これをどうしようかということを政府の方が議論されているようなんですね。で、その中でこれ実は自治体に帰属させるんだというような議論も少し出ています。やはり恐ろしいなと思ったのが、やはりこの所有者不明者が非常にこう増えているという状況があるんですけど、私も地域を歩いてて実感するのは、やはりその高台のいわゆるそういう崖というか、昨日出てるような石垣というか、そういったところの宅地にお住まいの方というのは、もう単身高齢者であったり、そもそもそこ自体が空き地になっているケースもあって、まさにここがですね、今後まさに所有権放棄地のようになってしまって、
この市に帰属させる、まあ、するという帰属取るようなこととかですね、まあ、そういうことになるとこう、まあ、大変なことになるんじゃないかなと。でやはりこう政府で検討したというのは具体的に今いろんな空き地とか空き家の問題とかですね、あとまあ都会に人が集まっているのでこの地方の土地の問題とかの中でこういうことが議論できてされていると思うんですが、まあ、先ほどのですねそのいわゆる今後の調査そしてまたその情報収集というのに関してはスピード感をですねやっぱ持って取り組んでいただきたいと思いますが、大体どれくらいの感覚で感じてこれ取り組んでいこうと思われているのかご答弁いただけますか。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。まずは期限ということにつきましては何年何月までということにつきましてまだ具体的にですね目論見があるわけでございませんが、しかしこれはですねとにかく喫緊の課題だと思っております。今すでにどういったふうなやり方で現場に入っていくのかということについて部内での協議も始めており、それがまとまり次第ですね相談できるところからですね地元の方に入っていきたいと考えております。以上でございます。3番福澤照光議員。まだこれからというような感じもいたしました。でやはり、まあ、この崖、まあ、このこういったものに関してですね非常にこう危険が高いという、まあ、その先ほど崖を膨らんでいるという話もしたんですが、まあ、こういった危険な崖ですね、今実は宅地についてはですね、失礼しました、建物については一定耐震化について補助制度もあるようでございます。でまあ、同じ不動産であり、やはりこう人の住まうというですね観点からも、やはり今後こういった、まあ、昨日も似たような答弁質問が出ていましたが、まあ、例えばこういう宅地の耐震化関係の補助金をですね、まあ、要項を変えて少し適用するとか、そういったこう事前支援策というのは今後必要じゃないかと思うんですけど、そういう検討というのはされないんでしょうか。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。先ほども申し上げましたが、やはりこの民有地の崖につきましてはですね、その所有者が修繕であるとか防災対策を行うとかが原理原則ということでございます。実際に相当な費用をかけて自らの宅地をですね保全されているという方も当然いらっしゃいます。そういった中におきましては、どこまで行政側がその予防保全といったところに踏み込むかという非常に難しい問題でございます。ややもすればボナルハザードというところにもつながってしまう恐れもありますので、やはりその予防保全ということにつきましてはまずは所有者に対する責任といったものをきちんと果たしていただいた上で、どこまで長崎市がそこに支援ということをできるかということについて考えていく、そういったふうな順番になろうかと思っております。以上でございます。3番福澤照光議員。はい、まあ、なかなかこう難しい答弁をですねいただいているんですけども、やはりそういったインセンティブといいますか、まさに建物の耐震化がそういった意味でインセンティブをつけることで一定進んでいっている事実もありますので、やっぱそういうですねこれからまあ特にこの災害の防止という観点からもですね検討をお願いしたいと思います。で次ですね、2番この避難所の指定のことなんですけども、このことですね、まあ、避難場所の指定について失礼します。避難場所の指定について再質問いたしますが、まずこれがですね昨年実は6月議会で質問が出てからですね、なぜ1年間も検討がかかってしまったのか教えていただけますか。危機管理官。再質問にお答えいたします。昨年6月議会以降、小中学校のグラウンドを避難場所として指定すべきではないかということで、こちらの方も早急に見直しを行いたいということで答弁をいたしました。関係部局とも協議をする中で、具体的個別的な受け入れ体制、例えば門の開放でありますとか、通常一般的には学校が施錠されておりますので、そうした場合に休前で避難して来られた避難者に対して開門ができるかどうか、そこら辺の管理の問題をですねなかなか解決できなかった問題がございました。従いましてここまでちょっと結論が出せなかったという次第でございます。以上でございます。3番福澤照光議員。このことですけども、県立高校を見ますとですね、すでに長崎県内ほとんどの県立高校が実は指定緊急避難場所に指定をされていました。佐世保、
また諫早ですね。で、まあ、長崎だけなぜこういうふうに指定されてなかったのかなという思いもいたします。で、まあ、やはりこの問題、先ほどですね、ご答弁でもありましたけど、やはり現地の事情というのをですね、しっかりとまずは掴んでいただきたいと思っています。で、例えば先ほどもお話ししましたけども、まあ、長崎というのは非常にこう斜面市街地で、まあ、高低差があるというお話もありました。で、まあ、地域でいうと例えば松山の運動場があるようなところであれば大きな公共施設がありますから、そういった小中学校というのは必要じゃなかったのかもしれませんけど、市内の中心部に行くと果たして公共的な空地で避難場所があるんだろうかということをですね、やはり私も考えておりました。その中にやはりこういうですね、私立の小中学校というのはやはり数、そういった意味は少ないといいますか、公共的な空地であって、非常にこの防災の観点からも活用が必要になりますので、今後ですね、やはりこう速やかに検討してですね、先ほどのご答弁ではないんですが、指定をお願いしたいと思っています。それと合わせてですね、ちょっとお伺いしたいんですけども、まあ、長崎にはですね、まあ、私立の高校とか大学とかですね、まあ、あります。で、こういったところについても、やはり今後ですね、指定緊急避難所として地域によってはですね、活用についても、まあ、もちろん当然相手方があることですけど、やはり見てみますと、佐世保であれば県立大学もすでに避難所になっておりますし、また私立の高校等もですね、避難所になってますので、そういうことについてもですね、検討をお願いしたいと思いますが、ご答弁いただけますか。危機管理官。再質問にお答えいたします。この緊急指定緊急避難場所の基本的な考え方としましては、やはり優先順位に従った指定をしていくということで、これにつきましては先ほど市長の方からも答弁がございました通り、日常的に開放され、あるいは常時立ち入ることができるという公園が指定緊急避難場所として最も実態に即しているという考え方をしております。従いまして、まず公園につきまして指定の候補地を探ります。で、そうした施設がない場合はですね、次の段階として一律の小中学校のグラウンドについて検討をしたいというふうに考えております。まあ、それでも地域特性上有効な指定場所がない場合につきましては、先ほど議員のご質問にありましたように、長崎市所有のグラウンドなども指定に向けての視野に入れながら検討をしたいというふうに考えております。以上でございます。3番福澤照光議員。ありがとうございました。ちなみにですよ、今小学校などでも跡地がありますけど、波の平小学校のような跡地についてもそういった検討というのはされるんでしょうか。危機管理官。再質問にお答えいたします。現状、波の平小学校跡地につきましては、現段階では指定はしていない状況でございます。以上でございます。3番福田照光議員。わかりました。まあ、今後そういったところもですね、検討していただければと思います。で、次に行きます。3番の道路行政についての括弧1、市道中川鳴崎3号線の整備について、質問、まあ、これについても非常に一定の進捗が図られたということで、まあ、よくここまで来たなというところまで思っています。で、特に、まあ、この地域についてはですね、先ほどから言いましたように土砂災害等もあった地域でございますし、まあ、こういった道路がしっかりできることで、結果としてそこがですね、まあ、のり面等が補強されて地域の防災力の向上にもつながっていくと思いますので、これはですね、先ほど三国特に進んでいるということでしたから、しっかりとですね、進捗といいますか進めていただきますようよろしくお願いいたします。で、次ですね、4点目、4の住宅行政の括弧1、市営住宅の入居要求の緩和について、質問いたします。で、この問題はかなりやっぱり難しい問題ではないかなという思いもしております。やはりこの市営住宅の在り方というのは本来ですね、住宅困窮者の方、まあ、こういった方、まあ、往々にしてやはりですね、そんなに所得が高くない方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そういう方々に対して低廉な家賃でですね、こう提供するのが、まあ、この市営住宅の目的だと思います。ただ、この民法改正で先ほど言いましたが、もう保証人が追う、
金額というのが結構こう決まってくる、例えば家賃の何ヶ月分とかいくらというのが決まってくるとかなり厳しくなってきます。民間ではですね、よくこういった時に債務保証会社の活用などについても議論をされますが、そういった点については何かご検討とかされてますでしょうか。まちづくり部長。さあ、質問にお答えします。現時点で債務保証、連帯保証人の代替わりとなります債務保証会社の適用等につきましては、まだ検討の中についている状況でございません。以上でございます。3番福田照光議員。はい、まあ、やはりなかなかこう債務保証会社もですね、私もお話を伺うと、そこを活用するにおいてもやはりこの安定した収入がなければいけないとか、まあ、そういったさまざまな制約があるので、なかなか難しいところもあるかと思います。でもう一つ、まあ、私たちこの市営住宅の問題でよく相談いただくのがですね、まあ、この生活保護世帯の方からの相談もいただきます。やはりこういう方々というのはやはりこの保証人がいないということで、例えば、まあ、じゃあ民間住宅をご紹介しようと言って、まあ、一緒にこう不動産屋さんなんかを回ったときに、まあ、こういったときはあの代理納付というです、ね、代理納付制度を使うと一定受け入れてくれるようなです、ね、アパートもあるようでございます。で、まあ、そういったこと今後ですね、まあ、こういう保証の、まあ、この寝保証の件で、まあ、保証連帯保証人の件がですね、まあ、一定議論になっていくわけですけども、こういう代理納付の方については、まあ、こう保証人についてはもう免除するとか、そういうことを今後検討されることはありますでしょうか。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。連帯保証につきましては、先ほど述べましたように、債務等について連帯した責任を負っていただくという点も確かにございます、ございますが、しかしやはりこの入居されている方に事故があった場合、まあ、一例先ほど言いましたが孤独死とかそういった場合にですね、やはりこう緊急の連絡先があるといったことにつきましては、これは入居者ご本人にとってもですね、安心して暮らせるということにつながりますので、まあ、そういった点もありますので、やはりこの連帯保証人の免除ということにつきましてはですね、慎重に検討していく必要があると考えております。以上でございます。3番福田照光議員。まあ、この件については大阪市では一定ですね、まあ、生活困窮者といいますか、住宅確保要配慮者と該当される方についてはこの保証人の免除、まあ、ただ連絡先、緊急連絡先の記入条件に免除したりとか、また UR 機構についてはそもそも保証人を免除している状況もございます。まあ、これについてはこれからが特に平成32年ですね、この平成32年から本格的にこの保証人の在り方が変わってきますので、まあ、今後ですね、しっかりご検討の方をお願いしたいと思います。またこの市営住宅の中にはですね、いわゆる子育て世代向けの定期着火という制度がございます。これはいわゆる子育て世代の方が、基本的には10年間の期間限定でですね、子どもさんが義務教育が終わるまでについては、10年間期間限定なんですけども、子どもさんがもしいらっしゃって義務教育が終わってなければ、そこまで実は延長ができるという、こういう制度なんですね。これは非常にありがたい制度でありまして、なんですが、ただ今の時代考えてみますと、ほとんどの子どもたちというのは高校生も実は進学をします。で、私たち、で子どもたちもですね、ほとんど、ご経験があると思いますが、人生初めて、ご自身も含めて経験あられる方も多いと思いますけど、高校受験って初めての受験であるケースが多いと思います。で、やはりその一番真っさらかにですね、やはりこう実は期限が来てしまって出なきゃいけない、これ非常にやっぱりこれ負担感というか、で特に今長崎市はですね、実は高校生の入学準備金を対する給付型の奨学金を低所得者世帯の方にも、スタートをしたり、そういった一定ですね、子育て施策を頑張ろうとしているところもございますので、今後この退去期限は18歳までですね、延長することが必要ではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。定期着火制度につきましては、今後教育費等の負担が大きくなっていく未就学児を扶養されている世帯を対象に設定しているものです。義務教育期間中の経済的負担をなるべく軽減できるようにと設けているわけですけれども、そういった経済的支援を求める子育て世帯はやはり多いということで、我々としましては1世帯でも多くの子育て世帯に入居していただければと
入居の機会を設けるべきだと考えております。従いまして、入居期間の延長につきましては慎重の検討が必要と考えておりますが、しかしながら議員がおっしゃられました高校受験、これにつきましては本人やご家族にとっては非常に精神的な負担がかかるということはもう分かっております。せめてそれが一段落した後にですね、退去の準備とかそういったものができるように期間的な余裕が設けられないか検討してまいりたいと考えております。以上でございます。はい、3番福澤照光議員。分かりました。一定前に進んだと理解をいたします。そういった意味でこの住宅行政の中でこの子育て世代に対するですね、支援というのはこういう形で、市営住宅の中でですね、進んでいるわけですけども、例えば今後、こう住宅行政全般の話になるんですけども、こういう子育て世代へ この住まいの、住まい方の補助として、例えば今リフォーム補助と住宅ローン補助金などがありますが、こういうところに子育て枠というのを設けて進めていくという考えはないでしょうか。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。今ご指摘いただきました住宅リフォーム補助金は引き合いが非常に多くて、年度の途中で申請を締め切るという状況でございます。これにつきましては、住宅の所有者ならば誰でも申請ができると、それから最適は申請順という、便利、それから分かりやすいという制度を持って今の状況があるのかなとも思っております。そもそもリフォームといいますのは、住宅が経年劣化で傷んでくるとか、あるいは住民の高齢化に伴ってもともとの設備が不便になって変えないといけない、いわば世帯の年齢が上がりにつれてその必要性も高まってくるというものでございます。一定限られた財源の中でより必要性の高い方々にこの制度を効率的効果的に使っていただくというためには、やはり今の制度が適しているのではないかと私も考えております。なお子育て世帯の支援として3世代同居近居のための住宅取得修繕改修等にかかる補助金、子育て住まいづくり支援補助金も設置しておりますので、子育て世帯の方からにつきましては、今言いました2つの制度の選択をしていただけるということで一定の配慮もしているつもりでございますので、リフォーム制度そのものについては現状の形でですね、当面運用していきたいと考えております。以上でございます。3番福澤照光議員。はい、やはりこの住宅確保要配慮者に該当する方々ですので、やはり住宅行政の中でもですね、しっかりこうフォローしていただければと思います。次いきます。5番のですね、確保に SNS による相談窓口の設置についてですね、質問いたします。これは確かに PTA ではですね、SNS は不要という活動があって、それは言って理解をできます。ただやはり、これ実は公明党の長野県本部がですね、施行実施した LINE による相談体制があるんですけど、これで見ると、1日平均相談件数がですね、電話メールが 1.8 人だったのに対して、SNS での一つの LINE だとですね、112.7 人あったという状況もあって、で、実は長崎市にはですね、先ほどもお話ありましたけども、子ども相談窓口というのがあります。で、これは、そういった意味では、子どもたちが何か相談をですね、何かそういった意味ではいじめの問題であるとか、そういったさまざまな悩みを相談するときの窓口として、これは設定されているものでありまして、これは電話とですね、メールとあります。で、やはり今ですね、先ほど今言ったコミュニケーションの手段というのが非常にこう進んできていて、やはりいろんな形で今後子どもたちのですね、命綱というのは作っていくべきだと思います。で、国県のシステムがこれからどうなるかという話もありますけど、やはり現場で実際その子どもたちと向き合うのは親であり、また学校現場の先生方でないかな、まさに市教委ではないかなと思うんですね。そういった意味では長崎市においても、この子ども相談窓口の中にこう SNS を使ったですね、相談体制、準備する必要があるかと思いますが、ご答弁いただきたいと思います。こども部長。再質問にお答えいたします。現在、子ども総合相談窓口には、保健師や社会福祉等を配置しまして、対面電話を中心に対応しております。SNS の利用につきましては、相談が気軽にできるという、面もございますが、一方では子どもの顔や表情が読み取れないというお声も聞いております。また SNS の利用そのものが犯罪に巻き込まれる事例も発生しておりますので、今後の活用につきましては様々な視点から慎重に見極めて判断をしたいと考えております。以上でございます。3番福澤照光議員。
どういった危険があるかについては、これからですね、しっかり検討していきたい、いただきたいと思います。例えばツイッターなどで、そういう、自殺とかそういうコメントを入れると、非常にいろんなアクセスが実はできるような状況もございます。何が SNS にが危険で、だからこそそういう世界に一つしっかりとしたですね、相談窓口が必要ではないかと思いますので、これは検討、今後また検討をお願いしたいと思います。で、次ですね、7番の括弧1の性的少数者への対応については、非常に今議会で非常に前に進んだということで、感謝をしております。で、問題はですね、これからですね、で2019年20年というワールドカップ、ラグビーワールドカップがあり、また東京オリンピックがあり、本当にいろんな観光客の方が長崎を訪れます。当然この性的少数者の方も同性パートナーシップを打ち出したことで、長崎は多様性に、優しい、そういった受け入れてくれる土壌だということで訪れること増えると思います。そういった意味では、いわゆる観光分野の方々に今後理解啓発が必要かと思いますが、どのように取り組まれますでしょうか。文化観光部長。再質問にお答えいたします。長崎市には国内外のお客様、多様なお客様がたくさん来ていただいております。特に観光客など来訪者の皆様方に長崎に来ていただいて本当に良かったというふうに思っていただくためには、やはりこの受け入れ体制、それからおもてなしの充実、ここが大事だというふうに考えております。今回のパートナーシップ制度の導入検討、こういったものを見据えまして、市民や事業者向けの講演会や講座、またさまざまな啓蒙啓発の取り組みなどと連携しながら、性的少数者の方々が安心して長崎に訪れていただけるよう、満足していただけるよう環境づくりに向けまして、宿泊施設や交通事業者等の観光関連事業者に対する啓発、あるいは理解の促進に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。3番福澤照光議員。はい、ぜひよろしくお願いします。やはり受け入れる側の今後理解啓発が必要であるかと思います。そして2番の教育行政についての括弧1、児童規制対策について質問いたします。こちらですね、健康増進法がそうなっていくので、ある意味当たり前ではないかという部分もありますけれども、取り組みをお願いします。そして、私もよく地域でですね、パトロールなどをして思うのが、いわゆる今後はですね、屋内というのは原則禁煙になっていくんですが、例えばそのゲームセンターのところに行きますと、禁煙フロアに子どもたちがいたような事例もありました。で、当然禁煙、20歳未満はですね、立ち入り禁止になっていくんですけど、やはり子どもたち自身がやはり児童規制に対するですね、やっぱ知識というか、そういった意味では今後子どもたちに対するそういった児童規制に対する教育必要かと思いますが、どのように取り組まれていかれますでしょうか。教育長。はい、再質問にお答えいたします。喫煙の害につきましては、小学校6年生や中学校3年生の保健の時間に学習するようにしております。内容といたしましては、タバコの煙には有害物質が含まれており、喫煙すると脳や心臓、肺などに悪影響があることや、喫煙者が出します煙にはタバコの先か喫煙者が吐き出す煙やタバコの先から出る副流煙によって、周りにいる人が知らないうちに有害物質を吸い込んでしまう、いわゆる受動喫煙が健康に害を及ぼす可能性があることも学んでおります。また専門家を招きまして、薬物乱用防止教室を平成29年度にはすべての中学校と69校中61校の小学校で実施しており、その中で喫煙や受動喫煙が及ぼす害についても学習を深めております。今後とも健康的な生活と病気の予防の観点から、禁煙、受動喫煙防止に向けました教育を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。3番福澤照光議員。はい、ありがとうございました。やはり自分自身でその危険性を認識をして、避けていく、そういったことも必要かと思っています。最後にこの小中学校のエアコン設置なんですが、確かに今議会で、整備について判断をするというお話もありました。で、昨年ですか、長崎市内の中学校の PTA の方々がもう自分でつけるということで運動されたこともありました。やはりこれについてはですね、やはり整備について判断というよりかは、やはりもうすでにですね、やはりもうそれが必要性迫ってます。で、先ほど副車式の空調のことも言いましたし、またやはりどうつけていくか、そういったことをですね、もっと踏み込んで、
例えばだから中学校からまずつけていくとか、そういったことについても今後ですね、しっかり判断をして検討していただきたいと思いますが、ご答弁いただけますか。教育長。はい、再質問にお答えいたします。今詳しい調査ができる環境が整いました。ぜひ今年度詳しい調査をさせていただいた上で役員について判断したいと思いますが、ご指摘のようにいろいろなところで、経済性も含めて、検討もされて実施もされておりますので研究を進めてまいりたいと思います。以上でございます。3番福澤照光議員。はい、ぜひですね、前向きにとか大きくですね、前に踏み出せるようなそういった研究をお願いしたいと思います。最後6、救出救助員で行われた保育事業については、これはやはりですね、もう実際日本で今基準とされている給食を提供する保育園のまさに原型がこちらにありました。そういった意味ではこういったこともですね、しっかりとこの世界遺産と合わせて大きく発信することで、またこういった今の特に保育とか、そういった意味で今のですね時代、そしてまたこの保育事業自体の価値の発信にもなると思いますし、長崎の町の価値の発信にもなりますと思いますので、どうかよろしくお願いします。以上で質問を終わります。休憩いたします。